スティーブン・バーンスタインスティーブン・バーンスタインはアメリカのトランペッター、スライドトランペッター、アレンジャー、作曲家、ニューヨーク出身のバンドリーダーである。彼はラウンジ・リザーズ、セックス・モブ、スパニッシュ・フライ、ミレニアル・テリトリー・オーケストラによる作品で最も有名である。セックス・モブによる2006年の CD、セクソチカはグラミー賞にノミネートされた。 ニューヨークのダウンタウンジャズシーンの至るところに現れる人物であるスティーブン・バーンスタインはカンザスシティバンドやジム・サールウェルのステロイド巻きします。ハル・ウィルナーのレナード公演、ドック・ポーマス、ビル・ウィザース・プロジェクトといった面々の音楽監督を務めている。バーンスタインはジョン・ゾーンのチャディク・レコードでディアスポラ・ソウル、ディアスポラ・ブルーズ、ディアスポラ・ハリウッド、 ディアスポラスイートという4枚のアルバムを自身の名前でリリースした。ラズウェル・ラッド、サムリバース、ドン・バイロン、メデスキ、マーティーン・ウッドなどのジャズの巨人をはじめ、アレサ・フランクリン、ルー・リード、リンダ・ロンシュタット、リゲブル・プラネッツ、スティング、コートニー・ラブなどのアーティストと共演している。2004年以来、バーンスタインは、リボン・ヘルム率いるミッドナイト・ランブルバンドのメンバーで、あり、 ヘルムのウッドストックにある家で演奏したり、バンドとツアーしたりしている。アレンジャーとしてバーンスタインは、ビル・フリゼール、ルーファス・ウェインライト、マリアンヌ・フェイスフル、エルトン・ジョンなどのためにアレンジを担当した。彼は、ダンス、演劇、映画、テレビのために作曲し、作曲家のジョン・ルーリーと一緒に映画、ゲット・ショーティを含む多くの長編映画のスコアをアレンジしている。 ネルスクラインマリオパボーン、ありがとうございます。